はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、発泡酒、ビールスタイルラドラーという、すっきり甘い新ビールテイスト、アルコール度数 4% の、無果汁のものですね。ラドラーはドイツで愛され続けるすっきり甘いレモン風味のビアスタイル。そんなラドラーを日本人に合わせて作りました。あなたもラドラーで、楽しく乾杯しませんかと。これはサントリーですね。天然水 100% 仕込み。原材料が麦芽とホップと大麦と糖類と酸味料と酸化防止剤と香料とクエン酸、カリウムと甘味料ですね。甘味料が使われてるのか。まあ、いわゆるなんかあれですかね。レモンジュースビールみたいな感じかな。でも、無果汁だから、香料で、ごまかしてるっつうか。レモン香料。甘さを追加してあれなんですかね。それじゃ乾杯。あ、甘い。まあ、ビールとなんだキリンレモンみたいなの、足して2で割ったやな。チューハイみたいな。レモンチューハイみたい。ラドラー。サントリー、ラドラー。これね、瓶のやつも売ってたんですけど、瓶のやつ、高くて200円ぐらいしたんで、なんじゃこりゃと思って買わなかったんですけど。誕生由来。ラドラーは1920年代のドイツで生まれたと言われています。当時ドイツでは、サイクリングが大衆の人気の娯楽として親しまれていました。ある日、サイクリングロード沿いの酒場にたくさんのサイクリストが訪れ、ビールを次々に注文。その酒場のビールはみるみるうちになくなっていき、困った店主は地下室に眠っていたレモネードとビールを5対5の割合で割ってサイクリストたちに提供したのです。すると、その爽やかな味わいにサイクリストたちは大喜び。以来、このビアテイストはドイツ語で自転車乗りを意味するラドラー。という意味で80年以上も愛され続けていますと。米印、日本では自転車での、酒酔い運転も法律違反となり罰則を受けることになりますと書いてあります。ドイツだとまあチャリはいいのかな。ドイツでは乾杯するとき、相手の目を見て、プロースト、乾杯と言います。だって、なんか微妙だな。甘い。で、しかも甘味料が使われてるんで、しつこいね。甘さが結構強烈です。かなり甘いです。普通のチューハイのレベル。すっきり甘いって書いてるけど。全然すっきりしてなく、しつこい甘さが非常にあるかな。ちょっとこれはないなぁ。
通のさ、普通にビールにさ、レモン果汁 100% のやつをさ、加えただけだったらまだわかるんだけど、さらに糖類どころか甘味料まで使われてるとなると、結構あれですね。きつい。サントリービールは、このラドラーを、2015年の3月の24日だから、に新発売。結構新しいですね。うまみ麦芽を使用。デコクション製法。レイトホッピング製法により、ビール類らしい飲み応えのある味わいを実現しました。さらに甘く爽やかな、レモン風味と、ビール味をバランスよく調和させ、軽やかで飲みやすい後味に仕上げています。これのね、瓶のやつがむちゃくちゃ高かったね。なんかやけに高くて、なんじゃこりゃと思った。だって瓶容量が、これがね、350ml なんですけど、なんと瓶が、むしろ少ないのに、瓶が 275ml なのに、なぜか値段がそれ以上するという意味がわからない。なんじゃそれっていう。これがね、だいたいね、いくらやったっけ？いくらやったか忘れたけど。関与が高いと。なんか意味がわからないでしょ。は？って。は？って感じ。さすがサントリー。わけがわからない。ね。ああ。てか、普通にななんか知らんけどね、俺の行ってるスーパーだと、別に買ってこなかったけど、すっげえ高いのがあった。なんだったっけな。瓶のね、あれ、地ビールなのかな。800円とか瓶の一瓶で、300ml か 350ml ぐらいの瓶のやつ、1本で800円とかいうのがあって、は？と思った。ちょっと高すぎねえか。買うやついるのか、あれ。ねえ。あれはちょっと高すぎるでしょ。うん。甘い。甘いなぁ。レモネードか。ビールのレモネード割り。うん。ちょっと甘すぎるね。うわ。ああ、まあ。あんまり。ああ。普通にこれあれだ。チューハイ。完全にチューハイ。普通の甘味料が入ってるチューハイだよ、これ。コク。甘み。強い。香り、まあ、これダメだな。まあ、大体甘味料が使われてるっていう時点でもう、大体の味がね、
決まってるんですけど、2442です。ご視聴ありがとうございました。